牧師協会の袴田巌支援委員会の委員長をしております、新田翔征と申します。少しだけお時間をいただきまして、皆さんにお願い事がございますので、よろしくお願いします。私たちの大先輩の、袴田巌さんというですね、元日本メダル6位の、方がですね、今から56年前、静岡県の清水というところで、一家4人を殺害、そして、放火という容疑で逮捕されまして、48年間ずっと拘置所に拘留されておりました。ただ2014年に、一度釈放されたんですけれども、裁判が開始をされずに未だに、死刑囚という身分のまま、過ごしております。私たちはですね、ずっと先輩たちの代からずっと袴田さんの支援をしてまいりました。とにかく今ですね、袴田さんの無罪を証明するために裁判を、早く開始をしてほしい。これが一つ、そのための署名活動にご協力をお願いします。そして、活動のための、募金を募集しています。募金をしてくださった方エンドランスの方で、RAC の、T シャツの販売をしておりますけれども、そこで募金をしていただきましたら、こういう缶バッジをですね、作成をしました。この缶バッジをプレゼントいたしますので、募金をしていただき、この缶バッジを身につけて、袴田事件という事件があり、いまだに私たちの先輩が確定死刑囚のまま、苦しんでいるということを多くの方に伝えてください。そして、早く、袴田さんの裁判が開始できますように、SNS 等で、発信をしてください。ハッシュタグ袴田事件というふうに書いていただいて、SNS で発信していただきたいと思います。今日この署名のお願い、募金のお願い、そして、頑張っていることを、SNS で発信していただきたい、この3つのお願いをしたいと思います。では一緒に委員として発表していただいております、神奈川厚木市の、袴田さんと86歳